はい1900年皆さんどうご覧になりました、えー、ロバート・デ・ニーロ、今、ほとんどビートたけしと変わらなくなっちゃったんですけど、見た目が、あの <laughs> 本当、ビートたけしみたいになっちゃいましたけど、この頃まだ美しいですね、若くてね、でド・パルディもぐちゃぐちゃになっちゃいましたけど、現在は、この頃まだピチピチで2人とも,もう大変ですよ、これでキスして、チンコ出してね、もう、ある種の人にとってはもう最高な映画だと思います、これは。はい でしかもこのロバッデ・ニーノがドミニク・さんだと藁の上でセックスするところでもロバッデ・ニーノのお尻ばっかりカメラ撮ってるんですが、ね、ベルトリッツって人はこの人ゲイではないんですがなぜかゲイのシーンが非常に映画に多い人で、あのー、なんていうか男性と女性のセックスしているところでも男の尻ばっかり撮ってるというね、えー、多分ね、いろいろ抑圧されたものがあると思いますが、はいえーまあ、素晴らしい映画でしたね。ねそれでドナル・サザラン 猫殺すってすね猫殺すうシーンっていうのは、いろいろありますけど、頭突きをする人はあんまりいないですよ、猫に。頭突きですからね。<laughs> はい、で、えー、しかも、ですねその後子供を殺しますね、子供殺す殺し方、すごいですね、ジャイアントスイングで、ジャイアントスイングで子供を殺しますよ、ジャイアントスイングで、ぶんぶん振りましてあの、机の角とかなんかにぶつけて子供の頭を叩き割るっていうシーンがありますけど。 長谷博史がびっくりしますよ、これ見たらね。もう多分プロレスファンじゃないと何もわからないと思います。はい。ジャイアントスイングは長谷博あの国会議員ですけど、あの人、ジャイアントスイングする人ですからね、国会議員ですけど、はい。で、まあそういう映画ですね。はい。えー、もうめちゃくちゃです。はい。で、この映画、一体何かっていうと、何をベルトリッチがやろうとしたかっていうと、もともとはテレビシリーズをやる予定だったんですよ。テレビシリーズで4回、4回もの、なんていうか、ミニシリーズ で春夏秋冬かな、えー、というその四季をそれぞれ1時間半ずつにして4本っていうのを企画しててお金が出なくてでアメリカに行ったらアメリカ映画がお金出すって言ったんでじゃあ映画だったら作れるってことでテレビシリーズ諦めて映画にしたんで5時間になっちゃったっていう何にも計画性のない男ですねこの人はねはいでだから映画を見ると明らかに4パートに分かれてますで最後は春でで終わるかななそういうい感じなんですけども これどう見ても4パートに分かれてるじゃんっていうことが非常によく分かる不思議な映画ですね。はいえー、それでですね彼は一体何やろうとしたかっていうと演技とか全員が非常に過剰でリアリズムなんか何もないですみんな本当に芝居みたいにしゃべるし芝居みたいに演技してますそれで出てくるエピソードもそのカエルにしてもその猫殺しにしてもその何、えー、て言うか非常に象徴的に、えー、異常なことをしていると。 いうことでですね、えー、これ一体何をやってるのかっていうとこれはパゾリーニっていう人はそういう人だったんですよパゾリーニっていう人はですね、えー、この人は、えー、カンタベリー物語カンタベリー物語書けないですね、えー、とあと,、えー、とデカメロンこれ少年隊じゃないですよそれで、えー、アラビアンナイトあアラビアンナイト、えー、とあと王女メディア えー「奇跡の丘」とかねこれ全部ね、えー、共通するのはねまあい,いやちょっと書けないですあと「豚小屋」って映画も撮ってますね「豚小屋」すごいですよ「豚小屋」って映画を撮るってこと自体がすごいですよね「今日何見に行ったの豚小屋」っていうねはい <laughs> でこれ一体何かっていうと全て中世とか古代とかの、えー、ヨーロッパや、えー、イギリスやそのアフリカのいやギリシャの物語なんですね大昔ののの人間たちのその 生きるたためにやってたことつまりセックスとか食べることだとか酔っ払うことだとか騒いだりすることとかそういったその現代の人が忘れてる人間の原点みたいなものを描くことで人間の本質を描こうとした人なんですね。嫉妬であるとか恋愛であるとかそういったことも全部含めてその人間のドロドロしたものでもそれがその人間の素晴らしさなんてことを描こうとした人なんですよこのパズリンって人は。でこはは共共産産主主義義者だったんでですねで共産主義というよりはそのの 近代はもともとの原点に戻るべきなんだセックスと食べ物とそういったもののその欲望の中に生きてたにその人間に戻れっていうようなことがあってそ,うそれで昔のこういった物語を非常にその。 えー、簡単に物語ってほとんどセックスの話ですね大体浮気する話とかですね <laughs> 泥棒する話とかそんなばっかりですよデカメロンもそうですしアラビアンナイトもそうですしでセックスするために人間はどれだけバカな知恵を巡らせるのかとかで、ね、そういうことを描いてますけれども、えー、そういうことをやっててしかもその残酷シーンっていうのも結構あって豚小屋なんていうのはあの人肉を食う話とその豚とセックスしてる男が豚に食われるって話なんですね。 えー、そのなんていうか、えー、パゾリーニの影響で大きいのはそのパゾリーニっていう人は必ずうんこを描くんですねうんこであるとか豚であるとかそういったものを描くことによってその、えー、みんながきれいきれいなふりをしてるその資本主義とかその近代ってものを何ていうかの裏に隠れてるものをえぐり出そうっていうのは。 ところがあっっててそれを今回やってる特にそのバートラン・カスターが、えー、老人になって死ぬ時にですね、えー、自分のその生きてるっていうことをその確かめるために牛の糞に足を突っ込んでですねしかもそのちんちんをその、えー、幼い女の子にいじらせるっていうシーンがあってですね自分が生きてる価値があるのかいい生き物として生きてるのかってことを確かめるためにそういうことをするっていうシーンがあってまあ非常にそのパズルに的なセンスですね。はい、えー、という映画はねこの1900年でそう聞くとその。 え思想とか結構どうでもいい感じで、えー、異常な、えー、と人間の,そのすごい、えー、グロテスクなまでの,その欲望とか本能とかを全部むき出そうとした映画っていうことがね非常によくわかるかと思います。でこれのの弟子をずっっとベルトリッチやってたんですよ彼の でベルトレッチ自身はそのパドリンの弟子をやって共産主義であるとかそういったことにその感化されて、まあ、この1900年というのは共産主義のプロパガンダみたいになってますけどもその一方でその、えーまあ、ゴダールゴダールもまあ共産主義にはまってた人ですけどゴダールにも憧れてですねそれで、えー、映画を作っていくわけですけども、えー、この映画のその基本構造として作ろうとしたのは全然違うイタリアの別の ええと、まあ巨匠でビスコンティって人はいるんですね。で、ビスコンティって人はですね、えー、この人は貴族の血が流れてる人なのに共産主義者だったんですよ。<laughs> 貴族のその身分社会とかそういったものを崩壊させる。共産主義を信奉していた共産主義者の、えー、貴族イタリア貴族がビスコンティでで、その貴族社会を崩壊していくってことをドラマとして描いてた映画が山猫って映画なんですね。で。 もう一つはビスコンティアもう一本ですね地獄に落ちた勇者どもっていう映画を撮ってるんですね。地獄に落ちた勇者どもっってて映画を撮ってますでこれは貴族っていうかものすごい資本家の一族がですねドイツの資本家の一族がナチスにどんどんハマっていってナチスにコントロールされていくっていう話なんですね。これは1900年の元はこの日本なんですよ。つまり 1900年で最初に出てくる地主のじじさんがバートラン・カスターなのはビスコンティの山猫で、えー、とそのフロビュゆき貴族を演じてたのはバートラン・カスターだったからなんですね。で、えー、この話自体はその,、えー、その資本家っていうか地主がファシズム要するにヒトラーとかそっちの方の側にどんどん引きずられていってしまうというのを描いてるんですがそれは実はビスコンティが地獄に落ちた勇者どもでやってたことなんですよ。でところが地獄に落ちた勇者ども っていうのはえ公、ー、園出てくるですね、えー、主人公の男ってのは変質者なんですね。で、まあ、あらゆる変態行為をしてるんですよ。<laughs> 女装をしたりですねえー。幼女が好きだったりですね。それで母親と近親相姦したりして、めちゃくちゃでヘルムトバーガーっていう俳優が演じてますけど。まあスーパー変態マンなんですけども、その変態がその変態。 がその金持ちの中から出てくることによってそのヒットラーっていうもの自体の,そのナチスっていうもの自体の変態さっていうものをその人に象徴させるってことをやったんですね地獄に落ちた勇者ども,者どもでは。はい、でそれを今回その役をやってるのはドナルド・サザランドなんですよドナルド・サザランドはここでやることはファシズムの権下として猫に頭突きする子供にジャイアントスイングをするよく聞いてるとバカみたいなんですが <laughs>、えー、そういうことをやることによってファシズムっていうのは猫殺すんだよみたいな。 大ししたことなないような気ががますが、えー、そういうことをやっているということで、まあ、非常に原点にはこのビスコンティの日本の映画がある。ビスコンティの影響を受けているシーンっていうのは非常に大きいのはダンスのシーンが非常に多いんですね。 でビスコンティの映画ではダンスっていうのは必ず重要なものしてとして出てきてですね、えー「山猫でもダンスシーンが最大のクライマックスなんですけども「で地獄に落ちた勇者ども」で、え、も、ー、ダンスするシーン、まあ、ちょっと変態的なダンスがいっぱい出てきますね。えー、でこの映画の中ではダンスするシーンというのは非常に多くてですね何、えー、て言うかダンスするシーンになると映画自体は止まっちゃうんだけれどもその儀式的にダンスを描くっていうのはその、えー、ベルトリッチとかビスコンティの。 えー、癖なんでこれに悪影響を受けたのが、えー、マイケル・チミノっていう監督の「天国の、えー、門」っていう映画で要するにイタリアの巨匠がダンスシーンをやだらとってるから俺も撮るぞって撮ったら退屈で死にそうになったっていう映画が <laughs>、えー「天国の門」でした。で <laughs>、はい、でも原点はここにあるんです、はい あ,とまあこのベルトリッチって人はなぜこんなに、あのー、芸に興味があるのか本人自身は全然違うのにねよくわからないですが、えー、この映画の中におけるその、えー、なんていうか、えー、し主人公が実際はそのちょっと多分この二人はあのー、同性愛的関係にあるのにそ,そういう文脈を知らないから、えー、同性愛をしてないみたいな感じですけどもこれはラストエンペラーとかでも ね、あの主人公のフギがあの実は同性愛者でっていうところで出てきてますね。とこのベルトリッチはその前に「あの暗殺の森」という映画でそのファシズムに入っていく男を描いてるんですがその人はその実際はその子供の頃にレイプされた経験があってそれ本人も同性愛者なんですけどもそれ自体を隠すためにそのファシズムに入っていくと。 いうことをやってましたけどもそれが暗殺の森で、えー、ベルトウッチは結構その辺でラストエンペラーと暗殺の森と1900年というのは一貫した映画になってるなという気がします。はいただこの映画の問題点はそのファシストであるその要するに右翼右翼であるドナルド・サザランドを悪役にするために右翼っていうのはこんなにひどい人なんだよってことで猫に頭突きしたりですね、えー、する子供にジャイアントスイングするということであの右翼は こんなひどい人だっていうのを漫画的に表現しすぎてですねこんなやつはいないよって言われるだけの演出になっててこういうことをあんまりやりすぎると、えー、説得力がなくなるなと思いましたがドナルド・サザランドという人はですね、えー、この人はこの以外の映画でですね「イナゴの日」という映画があります。稲子の日という映画があります。とのうの,の禁止法時代を描いた映画なんですけれども、えー、追い詰められたドナルド・サザランドがやはり子供を殺すんですねそちらは踏み殺しますこうやってこうやって。こうやって えー、映画史上の中でですね子供をジャイアントスイングしたりあの踏んだりして殺してる人は多分二2人もやってるのはこの人だけだと思います。はい、この人があの24の,あのお父さんですからね、はい、<laughs> まあそういう感じで、まあ、とんでもない映画1900年退屈なんじゃねえの芸術映画でねあのそれで共産主義の話でしょ見たくねえよそ農民の革命の話とかとか思うかもしれませんが実際はこういう映画ですから変質者映画ですから。 はい、もう最高にうんこだしちんこです、はい。ということで1900年皆さんあのお楽しみいただけましたでしょうか、はい、それでは映画塾でまたお会いしましょう。